はい、おはようございます。のりまるです。今日は2018年8月の14日火曜日ですね。今時刻は7時09分になったところです。今日も朝のチャート解説行ってみたいと思います。よろしくお願いします。昨日はですね、コスコですよね。大きく売られてきて、窓を開けてスタートしたチャートから戻り売りが入って110.7円だったらね、大きく売られてきたと。で、売られた先が、日足の目標ですよね。110.25付近。まあ、値段で言うと110.109ってところまで進んでから、短期足で売るのトレンド転換をして、結構グーッと戻ってきたと。で、窓を埋めたっていうチャートですね。ちょうどこの4時間の切り下げ、に当たったような位置。まあ、自分が目標としたのが110.88っていうところなんで、30分の実態だったかな。そうですね。はい。ここから今、上位足の切り下げ、4時間の切り下げ、日足の切り下げに当たって落ちてきたところと、この110.7円ですね。ここで、まあ、持ち合いをしていると。ここで今、攻防が起こっているっていうところですね。はい。で、高い位置まで来たら売るっていう戦略は変わらないわけですけども、今、現時点で、4時間足の流れを見てみると、ずっともう切り下げの力が動いてきて、この4時間の、4時間の日足のね、目標、ここからの反発を見せてきたと。ただ4時間足で流れが変わる場面っていうのが、ここですよね。111.1817、このあたり。戻り高値。で、まあ、切り板で111円だったりとか。そういったところを回復してくると、まあ、目線がね、まあ、上に変わってくる場面なので、まあ、そこには注目していきたいなというところなんですけども、まあ、今のこの全体の流れ、まあ、上位足の流れだったり、まあ、政治的背景だったり、経済的背景だったりというところを見ると、まあ、かなり売られやすい状況にはいるなというところですよね。で、まあ、日足レベルの、その目線の変化、その目標ですよね。そこで今反発をしていったので、ここを超えるまではね、厳密に、大きくね、ドーンと下がっていくっていうところは、まあ、ないので、まあ、ここから反発していくっていうところですね。なので、111円、111.15から、現状の安値110.25付近、このあたりでの値動きってところを、まあ、一つ想定していける、形かなと思います。で、まあ、短期足で見てみると、はい、今こんな感じになってます。急激に反発してきて、これ今ダブルボトムを作って、切り下げ、30分足、15分足の分の、まあ、こういう切り下げを上に抜けてきて、こう窓を埋めていったっていうチャートですよね。で、繰り返しになっちゃいますけども、この切り下げライン、日足4時間足レベルの切り下げに当たって、反発してきたと。今ちょうど、上位足の抵抗が110.7円付近で、こう、揉み合いをしてるって言っちゃうんですよね。で、これが今、ドル円の5分足です。単純にこれだけ見てもね、まあ、少なくとも今、ここの、まあ、上下の、値、110.6円っていうところと、まあ、110.77、この辺りですかね。この辺りを抜けるまでは、まあ、どうにもこうにもできないなというところですけども、一応ね、今朝の市場開始ですよね。少し窓を開けてスタートしたっていうところから、こう、強く反発して、上昇していたと。まあ、直近高値を目指していきそうな流れ、なのかなっていうところですね。今この110.7円というところ、まあ、これを上抜けるか下抜けるかっていうところはね、かなり大きい部分だと思うので、まあ、ひとまずは、まあ、買い意識がちょっと強いという状況と、まあ、上がってきたとしてもね、この110点、111円というところだったり、ここですよね、111.1817、このあたり、というところはまあ相当売られやすいというところを見ると、まあ、上昇をしたとしても、まあ、こういったところから売る準備をしていった方が、優勢を高そうかなというところなので、まあ、ひとまず、チラジアタイム様子を見てね、まあ、上がってきたところから、売っていこうかなというふうに思います。
あとね、この110.7円。まあ、これでサポートされるような動き、あ、違う、レジスタンスされるような動きになったとすれば、そこからは、戻り売りは、重要足の切り下げですね。まあ、これに乗った、戻り売りってところを狙っていきたいなと思います。昨日はね、ここからの目標から、日足目標からの反発を狙っていったわけですけども、その目標を、まあ、まだ埋めたっていうところだったり、まあ、目標達成してるっていうところだったり、っていうところを見て、まあ、高い力がいるっていうね、まあ、この前の、最近のシナリオに沿った、流れでいきたいなと、こういうふうに思います。で、今、ね、トルコ情勢が不安定だったりとか、トルコリラがね、史上最安値を更新している状況だったりとか、それにつられて株式相場がね、大きく下落しているっていう状況だったりとか、かなりね、まあ、相場が不安定な状況になってはいるんですけれども、もう一つ、まあ、そこはね、冷静になって、まあ、今のチャートの動きはどうなってるのかなと。短期足で見るとね、乱高下している状況だったりっていうところも見て取れるわけですけれども、もう一つね、まあ、木を見て森を見ずじゃないんですけども、まあ、一歩引いて、二歩引いて、まあ、上位足の流れっていうところを見てみると、今の本来の流れっていうところはね、まあ、チャートの特徴から見えてくると思うので、まあ、ドル円に関して言えば、日足のまあ、トレンド転換が歌える場面にはいると。まあ、売られやすい流れにいると。で、これが、まあ、押し目合いが入ったとしても、最終的にこの高値を超えることは、まあ、現状は厳しいのかなと。で、高い位置まで来たら売られやすいなっていう展開。まあ、これがね、まあ、率直な感想として見て取れると思うので、まあ、高い位置まで来たら売りたいなっていうところですね。まあ、ただしですけども、この戻り高値を超えてくるような展開になってくると、111円から111.18、このあたりですね。4時間の戻り高値。まあ、これを超えてくると、一旦ね、強く、まあ、持っている可能性は、もちろんあるので、そうなればね、また様子を見ていきたいなっていうところですね。まあ、現状はこんな青の矢印のイメージで、まあ、高い位置まで来たら、売る準備をしてね、今日も日中見ていきたいと思います。はい。で、これオーストラリア円です。まあ、ざっとですけども、こちらもドル円同様ですよね。まあ、強く売られてきてから、まあ、直近安値抜けてきたと。日足のレンジを抜けてきたと。週足で見ても、今ね、強くドーンと下に抜けてきたって言ってますね。直近安値を更新している状況。なので、戻ってきたら見たいなっていうところですよね。はい。こちらも、これね、まだ埋めていった流れになってきたんですよね。30分足で見るとまだね、この切り上げの流れが続いているので、この切り上げの流れがもうしばらく続きそうな、予想ですよね。今いる位置が110.558。110.5。まあ、このあたり。で、直近高値が80.84というところなので、まあ、ここまでの押し目買いをちょっと狙っていけるんじゃないのかな、ということですね。まあ、最初、先週の振り返りかな。で、イメージしていた、こういう矢印のイメージ。まあ、戻ってきたらね、売られやすいっていう展開は変わらないと思うんですけども、こういった位置まで、まあ、今これよ、オーストラリア4時間足ですけども、移動平均線からかなりね、隔離している状況なので、ドーンと売られた流れからは、まあ、横の動きをしやすいっていうところも、あって、こういう、まあ、じわ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 戻っていきそうな流れを、まあ、狙っていけるんじゃないのかなってところですね。ただ一つ注意したいのは、まあ、高い位置まで来るとね、ストンと、まあ、かなりの勢いで売られていく、行きやすい場面にもなってきて。で、加えて今日はね、日中に中国の自由信用があるんですよね。11時かな。中国鉄鋼業生産、小売売上高、なんてことがちょっと注目されていて、まあ、それがね、まあ、悪いニュースが流れたりすると、まあ、そこが強く売られたりもすると思うので、まあ、11時過ぎぐらいにね、様子を見て、チャンスを見ていけたらいいかなというふうに思います。ただ今の流れからすると、じわ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 戻しをつけて、181円近辺まで、まあ、様子を見ていけるんじゃないかなといったところで、そこをね、ちょっと狙っていきたい、狙っていければ狙っていこうかなというふうに思います。はい、ユーロ円ですね、ユーロ円。ズドンと大きく売られてきて、直近ですね、まあ、少し手前から今、反発をしている状況ですよね。
これ、ユーロ円の冷やしです。まあ、冷やし4時間足レベルで大きくこれ、まあ、そのような円とね、まあ、剥離している状況なので、こちらもね、まあ、戻っていきやすい。まあ、横の動きがしやすいっていう場面にはいるわけですけども、一旦のこの目標ですよね、126.8円、ないしまあ127円付近、まあ、この辺りまで上がってくるとね、まあ、かなり売られやすいチャートだと思うので、その部分に注目していきたいっていうところですけども、こちらもね、オーストラリア円同様、まあ、こんな感じの、まあ、切り上げ、戻しを作っていっている段階なのかなと。で、こういった位置、127円ですね。まあ、そこまでまあ距離もあるんで、こちらもまあ狙っていける状況があれば、狙っていきたいなというところですね。まあ、戻り高値、この126.3。この辺りを超えていくと、天井点でくらい126.6円とか、そういったところまでね、上昇する可能性もありますし、ただね、持ち合っていく可能性はまあかなり高いんでね、そこだけ注意しながら、7個目の動き、巻き込まれたりして、安い位置から買っていけるチャンスがあれば、日中ちょっとね、チャンスはあるんじゃないのかなと思います。この状態からズドンと下がっていくっていうよりも、まあ一回ね、先週の大きい下落を受けてからの戻しっていうところが、やはり、想定できるかなというところですね。まあ、いろんな、いい水っていうのもね、この暴落の後っていうのは流れやすいもので、まあ、そこによってね、まあ、チャートも戻りやすい状況かなと。ただその戻りっていうのはね、結局、そのまま大きい流れを変えて、ズドーンと、上昇に転じるっていうよりも、まあ、先週の大きい売りを受けての、まあ、利確を取った上昇だったり、まあ、調整のような上昇だったりっていうところを疑った方が、まあ、自然な流れだと思うので、まあ、それを踏まえてね、小さく、反発を狙っていければいいかなというふうに思います。はい、それではね、今日のチャット解説これで終わります。まだまだ暑い日が続きますけれども、今日も一日張り切っていきましょう。